はい、食ってきましたよ。シャコエビくんでございます。シャコエビくんね、結構いいサイズで美味しそうです。入りましたのは鶴の港屋さんね、毎度おなじみでございますけれども、はい、我がアッパレ釣り部のねステッカーを貼っていただいております。今日もこちらで餌を買いながら、ね、あとちょっとした小道具、ね、お、加速分のやつをね補充して今日の釣りに向かいたいと思います。はい、無事にね、餌の買い付けとかも終わりまして、やってきたのはね NX 仙台港パーク、まあ、前回のね取材の通りシャコエビねちょっと上がってましたんでね、私もそれやろうかなと。食べてもね美味しいんでね、ちょっとね今日はねシャコエビ釣りなどをやって遊んでみたいと思います。はい、それではですね、本日使う仕掛けはやぶささんからね出ています。はい、シャコ仕掛け、これなんですね。で3本針になってますね。3本針、それがまあ2セット、1セット2セットとね2セットついておりますと、まあ、これに磯目ね、青磯目ちょっとだけ、ほんのちょっとだけね針がね隠れる程度の餌をつけまして、ひょいと投げればシャコが食らいつくといった塩梅だと思いますけれども、まあ、果たしてねうまくいくかどうか検証してみましょう。はい、見えますか、こんな感じですね。餌だけね隠れるような感じで、とイソメの方をちぎってね小さくつけます。それでシャコエビに食べさせるといった塩梅でございます。外れてしまいまして逃げられました。はい、食ってきましたよ。シャコエビくんでございます。シャコエビくんね、結構いいサイズで美味しそうです。今ね若干当たりきましたけれどもね、当たりが来たからといってすぐにあげるもんじゃないとね。ヒラメ40という言葉がある通りね、シャコエビにもね、まあ、何秒かはちょっと分かりませんけれど、ある程度時間を置いてあげると、あと定期的にねあげるのもいいと思いますよ。定期的にあげるとよくねついてますんで、当たりがないままね釣れてる場合というのもねよくよくあります。
はい、釣り開始から1時間になります。かなりね、風が強くなってまいりました。仙台港なんですけど、それでもね、ちょこりちょこりとね、当たり出すんですね。今の乗らなかったり乗ったりとね、これはやっぱりのんびり待つというのもね、これかなり大事な情報だと思います。このシャコに関してはね、当たったからすぐ上げるんじゃなくて、当たりが止まってもね、しばらく放置して定期的に、ね、上げるとついてくるというようなパターンが結構多いです。まあ、今釣り開始から約2時間ですか、まあ、5、6匹ちょっと釣れてますけども、ね、今もちょっと当たりがあるんですけども、ね、なかなか今しぶとく待ってるような状態でございますけどもね、ボン上げてみたいと思います。シャコに関しては強い合わせというのは、まあ元気、あ、かかってるなと思っても、この急がずゆっくりね、巻き上げて丘に上げるというのがね、かなり大事になります。結構途中で離れていくっていうのもね、よくある話、結構シビアな釣りになりますよ。でも釣れやすいもんですからね、初心者さん結構やられた方がいいと思いますよ。はい、2時間経過でございます。これはもう暴風とね言ってもいいくらいの波になってきましたので、そろそろ仕掛けをね、回収してやめたいと思います。ちょっと糸をたるましながら待つといった方が、ね、いいと思います。こんな感じで、ね、ついていきます。
ちゃいました。はい、というわけでね、本日のシャコ釣り、仙台港のシャコ釣りね、暴風でちょっと2時間半3時間までやらずにね、終わりになります。で、またね、今度シャコエビもうちょっとね、仕掛け改良しながらやってみたいなと思います。まあ、今日のね、チョーカーどのくらいかと言いますと、まあ、3時間弱、一応数にならない。経験ない状態で今日まで釣りしてきました。シャコ釣りって2、3年前からちょっとやってみましたけど、なかなかこれ面白いですよね。最初クンクンって引くもんでね、これもうちょっとね勉強したいと思います。ということで、本日の釣りはちょっと暴風でね、今度またね、ゆっくりね、天気のいい時見計らってやってみたいと思います。どうもご視聴の方ありがとうございます。